工業エリアから十分距離が取れたら行動するよ。キアナ、あのマントをかぶった女には注意して。リタとの戦闘を見たところ、彼女は陰湿な手段を使うのが得意なようだ。分かってるよ。倒れてたバルキリーたちもあいつのガスのせいで戦闘不能になったんだから。あのガスは不朽なる刃を無力化できる。おそらくヨルムンガンドは体内の崩壊エネルギーを無効化する化学兵器を用意したのかもしれない。だけどそういった兵器には2つの弱点がある。1つ目、もし相手も崩壊エネルギーを使って戦うのであれば、2つ目、それらの機体は密閉空間でないと効果を発揮できない。それがあのマント女がリタと直接戦わずに実験室で罠にはめることを選んだ理由だ。ね。屋外で彼女と1対1で戦える機会を可能な限り伺って、同時に万が一の準備もしないといけない。ねえ委員長、それでも私思うんだけどさ、彼女とは早々に決着をつけなくちゃいけないって。分かった。